ばんは。平成30年5月23日水曜日、フロントジャパンさくらの時間です。本日のキャスターはこの方、高山雅之です。そして浅野久美がご一緒いたします。今日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はチャンネルさくら2000人委員会、チャンネルさくら友の会、共産広告、広告主の皆様、そしてインターネット放送 SOTV をご覧の皆様のご協力によってお送りしております。いつもありがとうございます。さあ先生、はい、ちょっとね今日ね小耳に挟んでと思ったニュースがあったんですけど、なんかアメリカの CIA の長官が新しい長官女性なんですって。そう、怖い人です。怖い人らしいですね。なんてったかな名前は、ジーナハスペル、ハスペルさん、ジーナロルブリジーダじゃないすごいね、少しね、はい、ジーナハスペルさん、この人ね、アブグレイブ、あっちの収容所でね、有名になった人で、はい、拷問が大好きだ。そうなんですか。だから長官襲名披露はね、はいはい、この黒いマスクにさ、ムチでも持って出てくるかと思ったら、普通に出てきたね。まあね、ご自分の趣味じゃないでしょうから。まあでもそれにしてもなんかすごいことなんでしょ、 CIA の長官が女性になるって。そうですよね、初めてですね。初めてですよね、あんまり聞いたことない。でもかえってすごいことになりましたよ。かえって怖い感じがするね、女性の方がね。そうですね、なんかさらっとすごいことやりそうですよね。だいたい彼女はね、ウォーターボーディングって言って。ウォーターボーディング、そう水、水攻めですね。その前は一頃まではほら魔女狩りを真似て、1回に9リットル水を飲まして、飲ませるの？いや昔はね。です米国、フィリピンの米西戦争の時にね、そのスペイン領フィリピンで独立派の連中、フィリピン人ね、それをやったのをやっぱり飲ましてたのよ。塩水だとか泥水をね。それでお腹パンパンになると、その米兵が飛び降りてさ、お腹の上に、そしてピューってね、6フィートぐらい吹き出して絶命したとかいうような記述が、これ上院の公聴会で出てる、はい、で今はね、彼女のアイディアもあって、はい、そういう次回飲ませんじゃなくて、いろんな種類あるけど、普通タオルをね顔の上に乗っけて、はい、ジャージャージャーって水かけんのよ。かけるの、そうするとね、呼吸中枢が止まんのね。ほらよくほら、そうですね、生後8ヶ月ぐらいの赤ちゃんをポンって水に入れると、ほら、ケロッとしてこう水の中を泳ぐ映像あるでしょ、はい、あれと同じで、人間ってすぐね子宮のことを思い出し、子宮の中で呼吸してないから、水の中入ると呼吸って止まっちゃうのよ自動的に、でそれをね利用してなんて水を飲ませるんじゃなくて、この顔の上にマスクじゃないこうタオルしてジャーってかけると、はい、呼吸中枢が止まっちゃうのね。それで、そうだったんですか。呼吸しようにもできないし、やっとできるようになった時は水がジャージャーで、今度は逆に肺に水が入りそうになって溺れちゃう、はい、陸上にいながら溺れちゃうっていう不思議な現象。本当そうですね。だからほとんどの人はね、耐えられないで、自供しちゃうわけ。そういうのをこのハスペルさん得意だったわけ。そうですか。そんな恐ろしい方が今度試合の長官に。前のポンペオさんもすごい人だって聞いてましたけど、なんかもっと、ね、すごい人がさらにおっかない人がなっちゃったってこと？ね、あららららこのね、はい、人間の心理だとかなんていうの持って生まれた、だから例えばほら西部進さんなんかも冷たい水入るじゃない、はい、あれ入った瞬間にね呼吸中枢って止まっちゃうのよ。だから水深もね気がついた時は呼吸しようにもできないって言っても逆にもうパニックになって、結局
早死にする、早死にっていうかね、溺れやすくなるんだけ ど、なるほど、そういうね人間の生理をついた拷問って一番きついね、はい、あでもそうでしょうね。もうこのね新しい長官はもう拷問はもうやめますってねおっしゃってるそうですけど、今までじゃそんなにやってたのかって話で ね、それもどうかと思うんですけどもね。ちょっと私まだこの方のお顔をね拝見してないんで。本当そうなんです、ちょっと結構ね凄みがあって。そうですか、凄みがあるってまたねいい言い回しですねそうですか、まあそんなこんなでね、はい、ちょっと注目していきたいと思います。さあそれでは、本日もこちらの、お知らせからです。チャンネル桜2000人会友の会桜サポーターへのご入会のお願いです。チャンネル桜を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。国民一人一人に支えられて日本の国益を根底にした番組を制作しております。他のテレビ局では報道されない日本国民にとって本当に大切な情報を考えながらこれからもお伝えしてまいります。皆様のご理解とご支援をどうぞよろしくお願いいたします。はい、そして眠らないとのご案内です。チャンネル桜ネット生放送特番夜桜金曜は眠らないとのお知らせです。スタジオから生放送、そして夜の高田の馬場も中継いたします。次回が5月25日あさって金曜日ですね、21時からの放送です。出演する皆様、いつものレギュラーの方に加えて、今回は私も初めて、この眠らないとに出させていただきます。なんか飲みながらでもねOK だっていう番組なので、はい、楽しみにしております。今回は夜の高田馬場、いわゆるあれですねエスニックタウンですね、そのあたりも、中継で紹介するほか、他にも盛りだくさんの、番組内容となっております。皆さんの質問にもお答えしますので、じゃんじゃん質問をお寄せいただきたいと思います。そうですね、私も初めて、この番組に出ますのでね、はい、なんかいい調子になったらなんか歌っちゃおうかななんて思ってますので、はい、よろしく、アクセスのほどお願いいたします。それでは、本日のトークのテーマをご紹介したいと思いますが、まず一つ目が、呪われた成田空港拡張は不要、そしてもう一つ日大、選手の会見、本当に守るべきものは何かという、この二つで今日はお送りいたします。さあそれでは、テーマに入る前にですねニュースをいくつかご紹介したいと思うんですが、まず一つ目なんですけれども、こちら新聞記事ご覧いただけますでしょうか。15年首相に駆けし説明ということで、これ朝日新聞の記事からなんですけれども、このタイトルにですね獣医学部計画首相いいねというねまあ どういういいねなのか分かりませんけど、これがタイトルについてるということで、なんだろうって、ね、思いましたけれどもね。これまたなかなかねこの話はいつまでなんだろうっていうふうに ね思いますけれども、ね、はい、だいたいまた朝日新聞は一面トップで、なんか関連が、浮かぶ官邸主導文書用紙、はい、31面に異例の調査とかなんかいろいろ出てきてるけど、大体このなんだろう愛媛県知事って気持ち悪いよねこの人ね、なんか、うん、このことは一体、なんかね出自も出自っていうかね、誰かさん息子なんだけど、まあそれはいいんだけど、はい、なんで今頃こうネチネチとね、大体その加計学園問題っていうのは、いつにかかってこの獣医師会っていうのがね、はい、なんだろう文部省を脅したりなんかして、そのずっと50年間以上も規制をいわゆる岩盤規制をやってきたっていう問題でしょ、はい、でそれが今度、国際演者国家戦略特区で、一個認められた、よかったじゃないかっていう話にいろいろその賭けの、トップがその、安倍首相のお友達だから何、かあったんじゃないか何かあったんじゃないか、なんていうのゲスの勘繰り、それに便乗する格好でこの愛媛県知事がね、はい、文書を出してきた、それもなんかまあ新聞報道によると、これ朝日は書いてないけどね、その
いいねといった部分のポイントが違う、はい、字のね、要するに継ぎはぎじゃないか。あ、そうですね、うん、この文章のなんかあのところどころ見る人が見ればやっぱおかしいと思うんですね。あのいわゆるフォントってやつですよね。そうですよね、字体がなんかおかしいよ、うん、切り張りしてるみたいだよっていうふうな指摘されてますね。なんでこんなほら印刷かぶれしたみたいに汚いの今時、まあ、今時というか、うん、こんなに汚いもんでしたっけ。久しぶりに見ましたけど ね、なんかいかにも、怪文書怪文書見えてるとか言って、まあ、そうなんですかね、やっぱり確かに汚らしいですよ ね。それでそれについて、うん、朝日新聞は社説も、そうですね、社説でも書いてますね。あのこちらも本日の、朝日新聞、うん、はい、これこれ家計新聞書、うん、首相答弁の根幹に疑義、首相が言ってることがもう2年間ずれてるじゃないか、前から知ってたんじゃないかみたいなことを、はい、まあ、この中で言って、国民の納得が得られるよって言って、盛んにすぐ国民って我々でしょう、ええ、我々とっくに納得してんのにさいちいち引っ張り出すなっていう感じだけど、うん、あのこれじゃあそもそも何が問題かということをね、朝日新聞のやつはもうちょっと考えるべきだね。でこれは、まあ、さっきも言ったように52年間、はい、獣医学部っていうのは新設させなかった、させなかった背景にはその獣医師会というのがいてあってね、はい、でこれが52年間最近では北村さんっていう人が一番中心になってやってんだけど、うん、例えば玉木雄一郎、あの、どこだあれ、民進党だかなんか、今何になったんですか、今今度なんか、なんかよくあの国民国民なのってんだよね。もしかしたらさっきの国民っていうのもあの国民なのかしらね。まあそれはともかく、その玉木雄一郎に100万円やって、その、国家戦略特区でまた認めるっていうのを白紙に戻せみたいなねことを言わしたり、それから石破にもあのやっぱり金を渡して、うん、石破4条件っていうのをあの作らしてね、はい、で石破はそれでもうどんなことがあっても、その要するに獣医師の受給関係がねちゃんとはっきり不足してるっていうデータが出ない限り絶対作らせない、うん、もう絶対誰がやっても通りませんよって言って獣医師会に行ったっていう話もあるんだけど、そういうふうなことをいろいろあのやって抑え込んでた、うん、でそれでもやっぱりあの安倍政権がその戦略特区でね、まあ一個をあの、まあ、新設認める方向にしたらまた獣医師会が出てきて一個にしろ、で朝日新聞にしろよ、そのあの、まあ、そういったなんていうの、あ頭の悪い新聞が言ってんのはね、あ京都産業大学外された、テレビもやってたね、うん、なこと言って、あれも結構あの安倍がその強引にやったんじゃないかって言うけど、一個にしろって言ったのも実はこの獣医師会なのよ、はい、でだから全て操ってやってるのが獣医師会で、疑惑があるとしたらその安倍さんと誰が会ったのはどうのっていうより、うん、この全体の問題として獣医師学会のことを言わなきゃいけないし、獣医師学会の連中を喚問すれば、なんで玉木に金あったんだ、ね、それは当然の収賄なのか、うん、ね、あの石破もそれで転んだのかみたいなことは全部わかるわけよ。でそれはそこは一切素通りしといて、はい、あの安倍に疑義ありみたいなこと言ってるわけ、なんとこう全体像であの疑惑は全て獣医師学会にあるのに、この末端の方ね、うん、この辺にこの疑問がありますって言ってるのが朝日なのよ、うん、これ恥ずかしいね、新聞としてね、あんまり獣医師会の存在っていうのは出てこないでしょ、あんまり、ね、表に出てこないっていうのはどうしてなんでしょうね、陰で操ってて、はい、朝日新聞がここまで無視してね一切書かないっていうのは、はい、なんかやっぱり、何らかのね、うん、コンタクトがあって、あったんですかね、ね、あの、あるいは意思を疎通させてるのかね、なんか
この紙面を見るとすごいこう逆にこっちは疑惑を持って、うん、だから朝日新聞に言いたいのは、国民が納得したいのは、うん、朝日新聞がなぜ十一学会を ね取り上げないのか、そうですね、家具の主会じゃないのね、はいはい、でそれでいろんな代議士もそれで右往左往してるんだから、うんうん、操られてるような感じなんだから、うん、そっちを納得させてくれるような締めにしてほしいです ね, そうですね。いやさらにこのタイトルにもなってますけど、そういう新しい獣医大学の考えはいいねって言ったっていうふうにね、これがタイトルになっちゃってますけどね、うん、いやいいねっていう言葉って相づちじゃないですか、ほとんどこれはねちょっとさすがに何を血迷ってんのかなと思いますねいいねって言ったよってこれがニュースになっちゃうっていう、この言葉尻をね取って、まあ、こういうニュースにするのはそろそろやめてもらいたいなと思いますけど、この件に関してね。だから最近はほら週刊文春はこう書いてますとかね、うん、その朝日新聞は自分で取材しないでやってるじゃん、うんうん、今度も出所不明っていうか事態不明の、うん、フォント不明の文章が出てきたらそれに乗っかっていいねいいねって連発してるような感じで、そうですね、そっちの姿勢もやっぱ おかしいねってこう言いたい ね。あとよくあるのはあれですよ、読者の投稿みたいなやつに、まあね、そこにこう反応して読者はこんなこと書いてますっていうね、あれもなんだかね、新聞としてどうなんですかってことです ね読者だより自分の主体性がなくて人によくかかって、うん、そうそう、国民は納得しないとかさ、ね、納得してるよお前本当にね、いやまあいずれにしろはい、なんかお粗末な感じの ね新聞だね、相変わらずねっていう話でいいねとはとても言えないという新聞でございます。もう一ついきましょうかニュース、はい、これですね先生、朝鮮戦争苦難の歩みという、これ朝日新聞の、本日の記事なんですが、そうですね、はい、休戦から65年、そして来月が米朝会談という、まあ、その辺の、まあ、歴史といいますかね、流れをこうやってざざっと書き記した記事ではあるんですが、そうですね、まあ、あれから65年、はい、実を言うと私はこの65年間覚えてるもんね、はい、まあそうですか、そうなんですよ、ちょっと別の意味ですごいで、はい、まあ、来月のね、6月12日だけワールドカップにかからない程度に、うん、の日程でワールドカップ始まっちゃったら誰も注目しないからっていうんで、6月12日に設定した米朝会談が、はい、始まります。北朝鮮大好きだね朝日新聞が、うん、嬉しくて、まあ、それをことほぐように、こういう特集記事を、すごいよでっかいよね、1ページ使ってやってるんだからね、うん、そうですね、色尻でね、それでおそこまで肩入れしてんのかと思って読んでみると、はい、これ新聞記事かと思うぐらいびっくりするぐらいね、はい、まあ、1段目のとこに、まあ、これは、日本の年月日でいうと昭和25年の6月25日始まったから、まあ、来年で、まあ、ちょうど65周年なのかな、うん、まあ、いずれにせよそんな大昔で、この中にね、この歴史的事実なのに金日成、は武力による朝鮮の統一を目指し、極秘にソ連のスターリン、中国の毛沢東の両最高指導者を訪ね、南側への侵攻の同意を取り付けたってあるんだけど、はい、我々が聞いてるニュースとここちょっと違ってね、うん、スターリンはだってこれスターリンっていうかソ連の傀儡で北朝鮮の主席として金日成っていう、その本当は年齢も合わないその昔の抗日パルチザンの名前を 取った男を傀儡で据えたわけ、はい、まあ、その頃ここにもかぶこむなくていい男だったらしいんだけど、まあ、それはともかくスターリンと会って攻撃を始めたら間違いない、うん、で武器を送るのも
陸沿いで来ると、鉄道を通るから中国領を通るわけだよね、はい、それをね一切あの陸上を通さないで船便で入れて、うん、中国側には一切感づかれないように入れたっていうのが紛れもない事実、うん、それで、それで戦争を、まあ、北が侵攻したっていうのは入ったあの始まるで南が追い詰められるっていう展開なんだけど、あの人生逆上陸って言って、今度はあのマッカーサーがね、まあ、日本人の知恵を借りて、なんとかかんとかあの逆襲に出て、今度は逆に、昭和25年中に結構いいとこまで盛り返す。そうすると今度中国軍が出てくるっていう格好になるんだけど、その時中国軍が出てくる時、毛沢東の御前会議でね、みんな一国から何から全部反対するわけ。あの周恩来なんかもね、あの彼らが勝手に始めた戦争を我々は巻き込まれるべきじゃない、うん、いうことを言って随分揉めたんだけど、あの最終的にはその毛沢東の鶴の一声で、はい、中国軍が介入するっていうのが我々の知ってる歴史だし、うん、そうでないっていう歴史はあんまり知らないんだけど、これはスターリンも毛沢東も一緒に知ってるっていうんだよね。これはねちょっと署名資料が欲しい、あのというのが一つ、はい、非常に大きなところだけどね、それからもう一つあの非常に気になるところは、50代、昭和25年ということは1950年だけど、1951年まず戦争中に、マッカーサーがその、日本に対してね、あの悪い敵がいる以上武器を持って立ち上がれっていうのをね、正月の声明で出す。で声明で出した時に出して、要するに日本に再軍備してあのアメリカの代わりに朝鮮で戦えみたいなって言い出すわけだね。それをあのなんだろう、吉田茂がいやいやあなたが押し付けた憲法があるじゃないかっつってね、で拒絶するわけだ。でそういういきさつも入ってない、ね、うん、それからもそれでその4月にマッカーサーが原爆を使おうって言ってクビになったことも出てない。で実はそのクビになった時に4月16日だけど、僕は見送りに行ってんだね、麻布小学校の時にね。だからこの朝鮮戦争ってよく知ってんだけど、問題はあのその後その中国軍と米軍が戦うっていうね、北朝鮮が侵略して南朝鮮が追い詰められて、それは米軍が助けて盛り返したっていうところが分かるけど、そこに中国軍が入ってきて中国軍と米軍の戦争になっちゃったわけだ今度ね。あの本来仕掛けたのはその南北朝鮮の間での戦争だ。それで南北朝鮮じゃなくて米中が戦争してる間に、じゃあ韓国の李承晩は何をしたかっていうと、はい、実はその時にね李承晩ラインっていうのを勝手に敷いて、ね、で日本軍、日本っていうのは何のそのほら変な憲法を持たされて、あの軍隊も何も持ってない、そこに乗じてね、あの日本の領土である竹島を取ったんだよね、はい、でさらに李承晩ラインっていう線を勝手に敷いて、うん、日本の漁船を襲って、だいぶなくなったんですよね。そうそう、300隻ぐらい、ね、はい、370隻っていう日本の漁船をね、うん、あの銃撃してと捕まえて、うん、40人ぐらい殺してるんだよ日本人はね、44人正確に言うと。それで4000人ぐらいあの船は打砲と取っちゃって漁船をね、はい、であの4000人ぐらいね刑務所に入れて、で2畳2人用の官房にね20人ぐらい詰め込んで、もう虐待の限り尽くしたの、はい、この李承晩っていうのはね。ほんでね日本側があのその釈放しろって要求したら、その代わりにその李承晩が言ったのは何かっていうと、あのまあまだ昭和25、6年の話だよね、27年だね、
の頃、もう日本国内ではもうほら駅前の土地を取ったり、朝鮮人がね、はい、でパチンコ屋始めたりみたいなことはあって、うん、逆らうともうあっちこっち乱暴狼藉、うん、殺人の使用だみたいなのやってて、400新中軍みたいなやつですか。そうですよね。その頃ほらマッカーサーは、うん、彼ら第三国人で、うん、非占領地の日本人じゃないし、いや連合軍でもない、その連合国でもない第三のネーションだっていう言い方をしてるぐらいで、何の権利もないのに日本でめちゃくちゃやったのよ、うん、これで殺人も含めてね470人ぐらいが刑務所に入ってた。それは李承晩は彼らを全部釈放しろ、はい、それから彼らを追放じゃなくて永住権与えろ、うん、今いる在日の多くがそういう血筋なんだよね、うん、そういうことを要求して、うん、で結局日本人は自分たちの漁船員を救うためにこういう大きな犠牲払ってんの、うん、それ分かるんですよ。要するに、ね、自分たちがやり始めた、南北朝鮮がやり始めた戦争に中国と米国を巻き込んでそっちに戦争をやらせていって、その隙間に自分たちは自分たちの利権を取ったり領土を取ったりしてたのよ。もう本当に許しがたいんだけど、そういうこと、それはねこんだけの1ページ使った中に一行も入ってないんで。そうですね、こうだけの紙面さえといてね、うん、でね、なんで僕はそういうことを今言うかっていうと、はい、今度今米朝会談っていうのが始まった。で米朝会談始まったらやたらにほら中国に金正恩がすり寄ったり、それからまあトランプにおべっか使ったり、米国人、米国籍の朝鮮人を返したりとかいろいろやってるけど、要するにアメリカも巻き込むわ、中国を巻き込むわ、で福山哲郎みたいのはほら日本は置いてきぼりになってるから、日本も噛みなさい噛みなさいなんて余計なお世話だよね。で要するにね、よその国を巻き込んで、うん、自分の思い通りにしよう、一番利益を得ようっていうのはね、この民族の血なのよ。でそれはだからこの一番はっきりしてるのはこの朝鮮戦争の形なの、はい、でそういう形をね、本来朝日新聞はそのここまでやるんだったら、今あの時はこうだったよ、こうやってみんな各国利用されましたよ、それから日本は財産領土も取られましたよ、今度もうっかり巻き込まれると大変なことになりますよっていう、うんうんうん、計画のために使うんだったらいい、うん、こう一方的にね、朝鮮万歳みたいなね、うん、その非核化平和協定の道筋が、はい、お前何を考えてるんだお前はというようなね、うん、展開になってる、ね、ちょっとこれはね異様ですね、うん、ちょっと新聞っていうのはこう歴史も踏まえ何も踏まえて原稿を書かなきゃいけないのに、もう全部すっぽらかしで、せっかくの教訓も全部省いて、うん、なんていうの、歴史を見て、要するに歴史を静止しようっていうね、うん、自分がしょっちゅう言っときながらこういう時は静止しない。そうですね、ね、お題目見て言ってるじゃないですかね、いつも歴史を ね見直せとか正面からとか言って ね、うん、見つめてとかさ、結局都合のいいようにね記事を書いてるっていうのは、事実イコールやっぱり記事じゃないってことですもんね。これを書いてる人は誰なのか知りたいよね、本当にね、でさっきのね賭けのお話もそうですけどね、やっぱりなんか部数が減ってるのは分かる気がしますよ ね、うん、なんか意図があって、そう読者を騙そう騙そう、ね、真実を隠そうとしてるのが、うん、やっぱり言葉の端々に出てるねこれ、うん、そうですね、うんうん、はい、ということで朝日新聞の記事からご紹介いたしました。さあそれでは、トークの前半に入りたいと思うんですが、成田空港ですね、呪われた成田空港、はい、拡張は不要という、テーマで先生にお話しいただきたいんですが、はいはい、いや私たち成田闘争っていうと
本当によく分かんないんです。分かんない、ね、だってなんで地元の人が騒ぐんだけじゃなくて、あんなきな臭い人たちが一緒になってるのかっていうのがね、ねえ、その流れもね理解できなかったんですよ。ずっとだからお話聞きたいなと思ってました。ね、はい、それを物語るのは、はい、まあ、2つ新聞記事がありますけど、一つはね、うん、5月20日付の成田開港40年っていう、急がば対話っていう、これ朝日新聞の社説ですね。急がば対話、これはね、成田空港が開港して、今日で40年になるっていうとこから書き出してるんだよ、はい、で正しく言うと、成田の予定された開港はその40年前の実は3月30日だった、はい、これは336お水に引けとかそういうことじゃなくて、3月30日という日に、本当に開港予定だったのね、うん、でその時に実は何が起きたかっていうと、もう一つの今年のね、3月30日付の紙面、これですね、はい、成田闘争の象徴が撤去ということですね。これは象徴というのは、旧管制塔の内部ですね、これはね、うん、これ今下に写真がありますけど、2本管制塔が立ってますよね、はい、で今使ってるのは、奥の方ですね、はい、で手前の方がですね、今度旧管制塔、右だ、ね、それこっち手前の方が旧管制塔なんだけど、ね、これはね実は、3月30日開港前の、うん、4日前の3月26日にね、デモ隊によってね、はい、当時の第4インターナショナルっていう人たちでしたっけ、そうそう、まあ、俗に4トロって言われる ね、はい、スターリンやなんかが言ってるのは一国、はい、共産主義革命者、世界同時革命、トロッキストだね、トロッキーの主張に沿ったのがこの第4インターで、はい、まあ、4トロ4トロって言われてんだけど、はい、第4インターとトロッツキーと引っ掛けてね、4トロって言われてる、これはね実に、まあ、この管制塔の管制官っていうのはね、組織があって、ここの組合員が実は成田の、うん、まあ、これからオープンしますよって管制塔の、成田空港の地下排水施設を、はい、その4トロに教えたわけ、うん、で4トロの連中がその、マンホール自体に地下から入って、空港内の敷地に入って、そしたら管制塔の一番下の入り口まで開けっぴろげにしてね、彼らを入れて、それで管制塔をぶっ壊させたんだよ。もうめちゃくちゃのストーリーなんだけどね、はい、それで3月、30日開港が、この管制塔がこんなになっちゃったんで使えなくなって、そうですよそれで5月20日、つまり2ヶ月遅れでね、やっと開港した。だからおめでたくもおかしくもない、うん、でそのことをね最初から巡ってるわけだ。この、成田空港が開港して今日で40年になる、はい、でこの春には3本目の滑走路を作る計画ですなんて言ってんだけど、もうねこの成田の空港の歴史というものをちょっと簡単に言うとね、60年代にもう羽田がほら国際空港だと国内空港一緒にやってて、もういっぱいになっちゃったのね、はい、で羽田空港に乗り入れたいっていう外国エアラインがねもう行列してたのよ。もう本当に入れてくれ入れてくれって言って、で、入れてくれって言ったのは入れなくて、なんだっけあれ、ある国なんかはね鹿児島空港にやっと乗り入れさせてもらうようなね、事態もナウル共和国なんかね、
慣れたもう羽田どころじゃないって、そういうところまでやられたこともあるぐらいいっぱいになっちゃったんで、じゃあ普通だったら羽田の沖合に滑走路どんどん作ればいいっていうことになったんだけど、運輸省、当時のね運輸省が言ったのは、羽田沖はヘドロがあって埋め立てられません、うんね、もう一切埋め立て工事の能力はありません、で別のところに空港を作ります。で実は富里っていう千葉の富里にね、あの飛行場5本の滑走路を持った国際空港を作ることになった。で、それがだから60年代の初め頃に決まって、うん、で、富里にじゃあこういう、やりますよって言ったら地元民がねわーって反対したわけ。まあどこまで本気か知らんけど、まあ言ってみれば、まあ、反対すればあの地価も上がるっていうこともあって、反対闘争って必ずつくじゃない。そうしたらね、それをあの運輸省はいい口実にしてね、三里塚、これは天皇陛下の御料牧場だ、あの、ちゃんとした名称もあるんだけどね、はい、あのまあ、そこには馬場もあり馬も放し飼いされてるようなとこだったんだけど、結局皇室財産をあの新空港に無理やりしたのよ。でなんでそんなことするんですかって言って、うん、正確に言うとね、羽田が沖合展開でどんどんでかくなっても羽田の利益を吸い上げる、要するに運輸省系列の、 あの系列子会社っていうのは日本空港っていうね、日本空港ビルっていう、うん、社団法人みたいな、うん、財団法人、うん、まあ、なんかあって、はいはい、それは全部あのなんていうのコントロールタワーを除く全ての施設、旅客ターミナルやなんかの利権を全部握ってるわけで、そこに天下れるのは総裁は一人しかないね、そのキャリアの運輸省のトップに行った人でも、まあ、あの空港長になる、空港長じゃなくてあの日本空港ビルの社長になるのが天下りポスト、これをもう一つ別に空港を作ればね、うん、羽田拡張するよりだったらポスト一つだけど、はい、別のところを作ればもう一つポストができるじゃない、ね、だからそういう自分たちの天下りポストのために、はい、成田国際新空港っていうのを作ったわけよ。でそれね、最初から実はおぞましいその成り立ちなの。で成り立ちのひどい、とてもひどい成り立ちなんだけどね、もっとひどいのが、これが当時 の、 あの、滑走路の予定したもんで、はい、A 滑走路4000メートル、ね、それから B が2500、C が3200、横数やで、まあまあこの辺にターミナルビルがあるんだけど、これこういう予定でご領地を召し上げて、あの役人がね、あの召し上げたんだけど、これがね、なんていうの、まず大体設計する人が、はい、あの運輸省の航空局のやつが、まあ、設計したんだけど、その、航空局の局長だとかなんとかは昨日まで、運輸省の鉄道管理局、あの、なんていうの、鉄管局、まあ、要するに、うん、レールを敷く方のね、はい、管理をやる役人ばっかりだったのよ、うん、でこういう滑走路作りますよって言って、まあ、まず第一用地買収に失敗していろいろトラブルが起きたんだけど、何より大きいのはね、そのこういう滑走路を作った、この滑走路の両端には実はその700メートルのこういうところにね、700メートルの誘導灯をつけるあのスペースがいるわけ。本当はもうこう1000メートルぐらい用地買収しなきゃいけないのに、その飛行場音痴の役人たちがその滑走路だけしか買収しなかったのよ。それで
この先にね、この先にあのうちの用地も買ってよって言ってほら、ああいう人がたくさん農民がいたんで、だけどお前とかいらないよって言ってこう突っぱねて、うん、であので大蔵省も予算つけなかったんだけど、で結局後になって気がついたら、そのそこの用地がいることになって、改めてその買収を始めたのよ。だその時はもうなんていう の, あの四トロだとか各共同中核派だとかいうのがワンワン入って農民の土地を取るなみたいなこと言って大騒ぎ始めてて、でその伸ばすべきこういう先のところに鉄塔を建てたりして、ね、その要するに飛行場としてオープンできないようにしちゃったわけ。要するに飛行場をビューって飛行機が飛び立とうとして目の前に鉄塔があってさ、ね、これあったら飛べないから、でそういう邪魔立てをして実は開港がうんと遅れてんね。で今実を言うとこちらの方もまあ2500以上欲しいんだけどね、こんな2500な中途半端な長さになって、のが、まあ、さっき言ったような事情で用地買収できなかった。それから一応 C 滑走路ってあるけど、これはね実はこの途中に横堀要塞だとか、それから横堀基地だとか、それから木の根、団結小屋だとか、団結小屋、うん、まだ占領されたままの今でも民有地があるのよ、反対派の。それはね、そうなんですか。そうそうそう、だからね、あの言ってみりゃあの運輸の作った この飛行場っていうのの悪いところは、その自分たちの天下りポストを作ろうっていう、あのなんていうの、非常に卑しい心で作ったのが一つ、それから飛行場って何者かも知らないバカ役人たちが作って、その誘導路を取り付けるのを忘れて、そこにあの学生運動っていうか、あの過激派が入り込んでもたついた。で今はもう買収しきれてないみたいなのが続いてるわけ、でもともとすごい欠陥だらけ、ね、でおまけにその羽田沖は埋め立てられませんって言った最初の嘘が、実はほら羽田の方も拡張が必要になって、そうですよ、どんどん広がってますもんね。C 滑走路の奥に1本作って、さらに横向きに2本滑走路作って、埋め立てなんかお茶の子さいさいだし、あのどっちかっていうと新関西国際空港みたいにフローティングシステムにしてもいいんだし、もうあの時の技術でやれば何でもできたわけ。それがわずか 2,3 年の間に技術が改良しましたなんて、そういう問題じゃない、だから最初から嘘つきで始めたあの成田展開、しかもこんだけあのトラブって、まだその C 滑走なんて一応ほらあの書いてあることは書いてあるけど、これは今形も影もないの。今はねこれが分かりやすいかな、ね、こういうふうになってます。で、これが、短い方ね。あ、長い方か。あ、こっちは4000メートル。で、これは B 滑走の短い方。で、本当はここにちょこって出てる。はい、これが横風滑走路になる予定なの。何もできてないでしょうか。この頭の部分しか。あとここには全部まだ民有地が残ってるわけだ。要するにね、もう空港としては全く機能を果たさない、機能を果たさないね、あのもうなんていうの、障害物だらけの飛行場なのよ。 でこれをね、今言ってる計画では、この正確に言うと今これはありません、でこれはこんだけしかありません、これもこんだけしかない、今度ここに新たにあの別の滑走路を作ろうっていうのは、あのさっき言ったね、その3本目の社説に言ってた3本目の滑走路っていう意味なのよ。それがこの、社説に載ってる朝日のね、そうそうそう、3本目ってことですね。今までこの学生運動をずっと朝日新聞は応援してきたし、でこの今もこの
この市っていうか横風滑走路には点在する民有地は、はい、あの誰があの所有権持ってるかっていうと、あの佐々木幸三だとか土井孝子だとか、社会党の元、うん、多分福島瑞穂を持ってるんじゃないの、一坪地主とかなんかになってその名前を出して、要するに土地買収できないようにしてんのよ。でそういうね、もうなんていうの、ここ格好の見せ場だっていう反日のその国会議員やなんかが名前を連ねてこう邪魔してたな、でそれが今もう戦もうこれを作ってから40年も経ったから、うん、ね、今度4本目作りましょう、あ3本目か、まあ、別の1本作りましょう、ね、で地元も潤いましょうって、地元が散々さ、あのなんていうの、鍵派と結びついて、ね、まだ邪魔もしてるくせに、ねね、今度また焼け太りになろうっていうさ、うん、その根性は良くない。そうですね、だから今はね、どういう状況かっていうと、羽田の沖合展開っていうのは東京湾の、もう北半分はもうあの大きな船が入らないように横浜を荷上げしちゃって、もうあっちはどんどん埋め立てできるようにしようって計画があるわけ、うん、だから羽田はどん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 拡張できるんだよ、はい、だからこっちのその非常に不都合な飛行場っていうのは、だから例えば貨物航空だとか、はい、LCC、うん、あの安い飛行機会社、それからあの日本にほらあの慰安婦の嘘なんか押し付けるような韓国の大韓航空だとか、はい、あるいはあの中国の、ね、中華航空だとか、ああいうのをここに入れ、ね、あの優遇して入れてやるという、うん、であとはまともな国は羽田にどんどん入れるみたいな使い分けをしていったら、あのこれ新たにほら3本目の滑走路作る手間も省けるし、あの、地元は地元で自分の犯した罪を反省しながら、はい、ね、やっぱりどういうもんかってことをちょっとやっぱ反省をも込めてね、うん、やっぱりこのいびつな飛行場を眺めて暮らすべきだ、うん、ね、あのそういう始まりだったんですか。そうなんです、なぜあんな不便なところに飛行場を作る必要があったのかってことが素朴なまずはね、それが疑問で、だから東京って名前がついてますけどね、そうそう、新東京国際今行くの大変だよ、僕なんかね、出発時間の3時間前ぐらい出なきゃ ね、3時間でも羽田だったらなっていうふうに ねよく思いますけど、羽田だったらさ、はい、もう3時間前出たらもう今頃シンガポール行ってるよ確かにね、うん、だからそれぐらい本当に、何だったから、さっきね先生おっしゃったあのタイトルにした呪われてるっていう意味がよく分かりました、うん、そう、まだしそう全然幕引きしてないってことなんですね、そうそう、構想がね、やだって役人はこれでポストを得たんだから、わ、ね、ほんで利権もある、それから、ほら何だっけ、デューティーフリーショップ、あれも利権なのよ、あんなのみんな運輸官僚の OB が群がってんだよ、ね、はいはい、でそういうもともと不届きな空港、しかも遅れた最大の理由っていうのは大蔵省が まともな金のつけなかったこともあるけど、運輸省がまともな設計図を引いてなかったってことが、はい、もうそういうね、なんていうの、ダメな役人仕事の典型がこの成田なので、それをね40年経ってことほぎましょう、3本目も一生懸命作りましょうって朝日新聞は書いてる、全くの嘘だらけだこれは ね、はい、ね、急がば対話、うん、教訓、対話どこじゃない、これね、あの例えばね、この時に活動したのはさっきほら完成と潰したのは四トロ、はい、トロツキストだって言ったけど、うん、その周りで騒いであの機動隊員をね4人殺してんだけど、そういうデモ隊をやってたのはね、革教堂ね、あの、はい、革命的マルクス主義共産主義者同盟、はい、そうそう、うん、これがね今の革丸と中核なんだ、はい、でもう中核がこの時はもうあの成田では一番大暴れして、1番目とか2番目か3番目に大暴れして、でこの時はね県の土地収容委員会の委員長、この人がその農民の意見を聞いて運輸省やなんかと話し合いして
土地収容の窓口をやって、まあ、まともにその取り残しのないようにやるっていうのをね、この土地収容委員会の、まあ、弁護士やってた人だけど、はい、この人を中核が襲って、ほんで鉄パイプで殴ってね、両手足の骨を砕いて、何もうなんていうの、昔のあの魔獣裁判の処刑にそういうのがあるんだけど、はい、それと同じことやって、うん、で中核派はあのこの各共同はね、そのまた次に土地収容委員会が機能したらまたそのトップをやるぞって言って、テロだよね、テロだ、テロ宣言、テロですよね、テロリストだ。ここで20年近く土地収容委員会って全く、はい、あの機能しなくて、で今もだからその、ね、横風滑走路に土地が残ってて当たり前で、そのための警備が年間何億ってかかってるわけで、そこを張り付くためだけのね、そういうことをねやってるから、そういうね、それが中核でしょ。でもう一つが、はい、角丸って言って、角共同のもう一派が角丸っていうことなんだ。これはほら今立憲民主党の枝野さん、あの人のバックアップをしてる団体で、もうたくさん選挙資金なんかやって、だから立憲民主党を盛り立ててるのはこの各共同の連中なんだよね。そういうあののがあるわけだ。でその枝野を支援してるのがまた朝日新聞だからね、こういうところにあのこの成田開港40周年なんてことほぐの朝日新聞がことほいでるのは全然違うが、話がね、本当にね、お事違いも話しいですね。あのやっぱりね、新聞だったら、あららら、なんでこの成田が、あの横風滑走路がまだできないのか、その問題点どこにあるのか、はい、実は我が新聞が昔支援したグループがぶっ壊したんですよ、うん、書くのが普通なんだよね。そうですよ、そのくらいのことを書くんだったらまだ少しはね、うん、あのもう一つね、TBS はね、自分たちの放送者を使って、はい、その活動家の、 あのなんキリンザオだとかさ、あの、そういうほら当時の狂気だよね、うん、ゲバボーっていうああいうのを持ち込んでたのよ、うん、テレビ会社がだよ、うん、TBS が、そうで、そういうことを全部ね、やっぱり今あの成田ができた経緯っていうのは見守りながら、うん、やっぱり我々はいろいろ教訓を得なきゃならないね。でそれはね、教訓すっぽかし、はい、自分たちの報道も全部すっぽかしで、はい、綺麗事でまとめようとして、急がば対話、そうなんですよ、過去に学び、いろいろな不安に向き合い、共にその解消を目指す姿勢が寛容だ。何お前がお前が言うか、言うなっていうことですよね。だから、まあ、そのちょっと表現は悪いけど、はい、呪われた成田空港っていうのは、まあ、本当にね、あの日本人の目に触れさせたくないし、触れるとしたらそういう意味でその怠慢な役人、それからエゴむき出し の、 その学生集団、そういう、それからその、うん、なんていうの、左翼集団ね、そういうもののあり方っていうものを今もう一度振り返る一つの見本にしておきたいし、うん、でだから横風滑走路 の収容なんか、いや、あの今もやってないぐらいだからね、新たにね、あの外にね立派な空港をあの滑走路を作ろうなんてな、おめえ100年早いよ、ね、そうですね、拡張はまだ40年だから、まあ、あと60年経ってから考えればいい。で今はあのこっちはだから貨物航空 と、うん、特定の国々、日本にあだなす国々の飛行場として、置く、はい、で羽田は展開するっていうのはやっぱり一番建設的なね、うん、今出せる案じゃないから、うん、なるほどね、はい、ということで、前半成田闘争のお話、いや勉強になりました、ありがとうございました。 CM の後後半です。
ここからは後半です。後半のテーマは日大選手の会見、本当に守るべきものは何かというお話なんですが、昨日のね、日大のこのアメフトの悪質タックルをしたという、いわゆる加害者側の学生さんが、会見に出てきたわけなんですけれども、いろいろ言われてますがね、まず最初にはこの学生さんよく出てきたなっていうふうに思います。もうどんなこう悪いやつかと思ったら、本当に純真だね。やっぱりスポーツマンだなっていう感じがありますし、成人してるとはつい最近までまだね未成年だったわけで、何よりもやっぱりこの大学側ですよね。一体どうなってるんだというこのひどさ。教育機関ですからね、やっぱり大学のスポーツ部っていうのはね、やっぱり安全とかあと健全に育成するなんてことがまず最初になくちゃいけないのに、この若者一人だけをまず矢面に立たせて悪者にしようっていう魂胆がなんか見えてきちゃうのが、本当に大人情けない人たちだなと思いますよ。内田監督がその前に記者会見したんじゃない、これは全て私の責任です、弁解は一切出しませんって、弁解しろよってね、会見に比べると、もうあの会見のなんていうの上っ面さっていうのは、その言葉を操ってさ、逃げてしまうのに対して、もう本当にねこの学生はこんな誠実にね語るっていう、もうびっくりした ね。こんなね監督の下にこんなもう、素直な学生がいたのか、それが潰されてね、アメリカンフットボールやめちゃうって言い出してね。だから結局相手のねクォーターバックだけじゃなくて自分のところのね大切な、だってこの子だってその潰された方だって両方ともその日本のアメフト界にはね大事な未来有望な選手たちだったわけでしょ、これ日本代表にも選ばれたことある、そうですよ、選ばれたことあるけど辞退させられたんでしょ。そうなの、出ちゃダメだよって言ったらしいし、あと信じられないね。そう、後々そのメンバーの人たちの前でね、いやあれは俺が指示したのようなことを言ってて、でそれを通じてね成長してくれればいいって言うって言ったじゃないですか、この監督が。キモいってあらしない、何が成長よね。本当に履き違えてますよこの人は。やっぱり実績もあるのは分かりますけれども、だからといってやっぱりこの若者にいわばね犯罪ですよ ね。
追い詰めて追い詰めて、それで犯罪行為に走らせるっていうかね、うん、それでいや成長してくればそれでいいんだなんて、うん、うほうほうなんてバカ野郎ですよ本当。ただ一つね、私あの気になったのはこの会見なんですけれども、この学生さんはやっぱり別に会見したかったわけじゃないでしょ、謝りたかったんですよ、うん、まずは、ね、相手のね、うん、あの親御さんやご本人にね、それがやりたかっただけなんですよそもそも。なのにここに、しかもあのまあ住み慣れてる例えば日大のキャンパスの中でやるんじゃなくて、ね、こんなね先生記者クラブですよ、日本記者クラブだよこれ、ね、そんなところでね、うん、もうたくさん照明浴びて、多分カメラね何十台もあって、人数から言ったらそこどのくらい300人もっとか、晒しもんですよ。そうそう、それをね、あの分かっていながらこの子が出てきたっていうのは、そこはやっぱりもう、うん、あの文句なく立派な態度だと思います、うん、もちろんね、あの実際に手を下したのは彼ですから、そこはいけないと思いますけれども、もう本当それに引き換えこの後ろの大人たち、マスコミもあのいいですかちょっと一つ言って、はい、あのこの選手の弁護士っていう人が出てきて、まあなんかあのスッとした感じでちょっと手のいい感じでね、うん、いやこの子まだ若いからなんて言ってたんですよ。でそれでまだ若いし、その謝罪するにはやっぱり顔も出す名前も出す、それじゃなきゃ意味ないよっていうことで彼は勇気を出して、でそこまで良かったんですけれども、その後マスコミの皆さんにね、あの多分私の聞き間違いじゃなければ、あの例えば映像もねアップになるべくしないでくださいっていう趣旨のことをおっしゃってるんですよ。でその瞬間ですよ、各局のカメラがガーッとこう寄ってったの、うん、どっか一つでもいいから、いや全部じゃなくてもいいんです、その瞬間だけでもね、あそうだなと思ってガーッとカメラを引いてくれるテレビ局が一つでもあったんだったら救われたのになと思って、逆に言えばもうここのすいません熱くなって、あのこれ質問した人たちもね、もういろんなあのはいなんとかテレビの何々ですって言いますけれども、番組名まで晒しながらね質問してますよ。それであなたにとってアメフトって何ですかって抽象的な質問したりね、そうそうそう、ね、意味わかんない、ね、そうなの、もう少し19歳じゃない、20歳のね、まあしかもたくさん傷ついてますよこの人だって、そうそう、まあ、ほらテレ朝の顔隠しても、女の子がほらセクハラだって騒いだ時に ね出てきたらセカンドレイプになるなんて言うけど、そうそう、あれは絶対出さない、なぜなら彼女は傷つくからって言って、彼女は傷つかないよ、あんなてめえでさ、自分の意思でその週刊誌にネタを売っといて、うん、必ずそこに損得がありますから、ねえー、そんなのに対して、それとは全然、彼はさ純真にもアメリカンフットボールやろうとしても、はい、まあ、監督が、まあ、監督の地位を利用して、うん、その選手を出すか出さないかをこう、ね、その裁量権を握っててこういうことをやらしたわけじゃない、少なくとも、うん、あの今のところはそういうふうに推測できるわけだ、 そうですね、そういうどっちかって言えば自分でやりたくないことをやらされて、まあ、後で、まあ、もうあのとんでもないことしたって謝罪したいっていうものを、ね、うん、あの抜けることこの引っ張り出してきて、そうそうそう、こっちの方こそ まさにセカンドレイプだよね、そうそう、おっしゃる通りですよ、あの彼が受けるこれから受けるであろうってこともね、うん、含めてこれこそセカンドレイプですよ ね彼、うん、本当に一番の、ね、被害者、ね、あの怪我した方もねそうですけれども、本当にあのなんか大人ってこんなんだっけスポーツマンってって本当ね、うん、がっかりしちゃった。あのだいたい日大の広報課長っていうのも出てきて、はい、今申し上げることはございませぬとかなんとか言ってございませぬじゃないよって言って、若い方ですよね。それで日大の見解としてはそういう意味で言ったんじゃないよ、思い切って当たってこいっていう意味だったって今更言ってるわけでしょ、もう機嫌を露して、やっぱこれ大学の質までこれ問題されるよね。だから日本のスポーツってまあね、プロでももちろんいろいろありますよ、もう昨今やっぱりねお相撲もそうだし、うん、レスリングもいろいろありましたけれども、これはやっぱり学生っていうことはね、うん、一つやっぱり意味が違うと思うんですよね。ヤクザですよねだってこの監督ね、うん、あれしかもほら真後ろから突進して潰すっていうのはそういう意味だから、うん、そうね、ね、うん、あの
それこそ脊髄おかしくしかねないような、はい、あんな状態を、まあ、指示してるわけだよね、犯人ね、はい、犯人じゃないな、もう明確に、まあそうね、落としながらってことですから、ね、やり口がね、うん、本当残念だと思う。もうあの悪質な、まあ、カルト宗教とかさ、ヤクザとかさ、つまり抵抗できないその恐怖政治の国とかいろいろありますけど、そうそう、ね、学生に自分の意思でっていうのを、まあ、本人はやったのは私ですからって言ってるけど、はい、 そう、まあ、そこはそうじゃなくて、うん、もう 99% 圧力だよね、これはね、うん、そうですね。でこれはねやっぱりあのこの新聞の方もね、そういうところをもうちょっと書かないといけないんじゃないの、なんかこれじゃテレビがやってるのと全く同じだよね、うん、この新聞の扱い。そう、ね、新聞だからこそね、うん、もう少しあの別の、まあ、方向で掘り下げてくれればもっと見るのになと、うん、私がデスクだったらこんな原稿は通さないねとそうでしょ、本気だけがあれしてもね、うん、見出しだって違うだろうってね、やっぱり、はい、こうあの日大アメフト部セカンドレイプみたいなさ、うん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 、いうあの罪を罪っていうか障害をやらせた上にね、セカンドレイプまでしてるっていうのは見出しだろうね。はい、そうですね。まあこれでね、もうあの日大のこの由緒ある本当に伝統のチームですよね、アメフトの。私でも知ってます。フェニックスはね、これが本当どうなっちゃうのかなってもう逆に心配ですね。はい、ということでスポーツの話題をお送りしたところでお時間となりました。はい、ということで、そろそろ梅雨ですかね、もうちょっとか。でもなんかジメジメしてきましたからね。今日降るとか。あ、そうです、今日も降りますよね。はい、皆さんの体調管理、気をつけながら、良い初夏をお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。海を感じたとき、風を感じたとき、思い出してください、あの島を、あの人を。時は流れ、悲しいほどに時は行き、虚しいほどに人は去り、誰もいないあの島に風が吹き、海鳴りの響き、呼びかけるあの人のように、呼びかける
しみのように呼びかける、魂のように呼びかける、愛のようにあの島が呼びかける、帰っておいで、私はあなたを待っているよ。おかえりなさい、おかえりなさい、心はいつも帰ってく、あの空へ、あの海へ、あの島へ。